ラーマ6世は、チャクリー王朝の第6代のシャム国王。モンクットクラオや、幼名であるワチラーウッドの名でも呼ばれる。100バーツ紙幣の裏面に、ラーマ5世と共に肖像が使用されている。モノグラム印象体の王朝史上、初めて海外留学をした国王で、イギリスのオックスフォード大学などで教育を受けた。帰国後は、陸軍大将を務め、1910年に即位すると、 ラーマ5世の始めた着リー改革を推し進め、以下の改革を行った。このように注目に値する政策も多いラーマ6世だが、財政管理には傲満だった。特に、スワパーと呼ばれるボーイスカウト関連の受刑団的な組織を編成したが、このエセ軍隊的組織は正規軍の反感を買い、1912年にはクーデター未遂事件が起こった。また、 スワパーをはじめとする組織などやサナアムちゃん、宮殿財政の圧迫を促進したとされる。国家財政は、時代のラーマ7世一世には、破綻寸前に陥りラーマ7世時代の立憲革命につながった。また、後継者問題にも、治世中はほとんど関心を示さなかった。晩年の1924年に、大継承に関する王室転半を、ようやく制定し、 同年に座ったなあ日と結婚した。しかし、子供が生まれたのは宝魚の二日前でしかも王女であった。なお、ラーマ六世は同性愛者だったと指摘されている。ありがとうございます。